こんにちは、カムクです。花子必ずやってほしいアジサイの管理方法を教えます。今回はアジサイを育てている方、アジサイを育ててみたいと思っている方、アジサイを今年購入した方、園芸初心者の方、そして園芸をとことん楽しみたい方、アジサイ6月7月にお庭やベランダ、鉢植えでもずっと花をつけてくれるとても優秀な植物です。特にこの日本では6月から7月にかけて高温多湿の梅雨が来ます。この梅雨でもへっちゃらなのがアジサイなんです。またアジサイは落葉低木類、もともと樹木類の落葉樹ということもあり、暑さ寒さにも強い特徴があります。日本全国でアジサイは育てることが可能です。ほかっておいても育ってくれる、そんな印象のアジサイですが、ただこのアジサイほかって置きっぱなしにすると花がどんどん咲かなくなり、株がどんどん老化していきます。老化してしまった株からはまた新しい芽、新しい花がとても咲きにくくなります。背もどん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 大きくなり、観賞価値も失ってしまいます。それを防ぐためにアジサイは花後の管理、これをしないといけません。私は20年間総合園芸専門店に勤めており、アジサイは一家に一本あっていい植物だなと思っています。特に園芸初心者の方にもこのアジサイはおすすめです。アジサイは広いお庭でも狭いお庭でも、アパートマンション、ベランダでも育てることが可能です。また多少日が入らない明るめの日陰だったら全然問題なく花をつけてくれます。さらに病害虫にも割と強い植物であります。園芸初心者が管理して毎年花を咲かせて楽しむにはとてもいい植物だと思います。ただこのアジサイ万能型ではありますが、しっかりとメンテナンスの方はしてほしいと思います。たくさんメンテナンスする必要はありません。年に2回から3回メンテナンスするだけで、アジサイは毎年毎年きれいに花をつけてくれます。この 2,3 回のメンテナンスの中で最も重要なメンテナンスは花後のメンテナンスです。花後、これができるかできないかで来年の花つき、また株の受精が変わってきます。来年もしっかりと花をあげるためのポイント、大きなところで3つあります。1つは花後には必ず剪定をすること、2つ目は花後にしっかりと栄養補給をさせること、3つ目は乾燥させないこと、この3つです。ではここから先は実物実演にてアジサイの花後の管理特集していきます。では早速いきましょう。はい、というわけでアジサイの会です。よろしくお願いします。ジンペさん、お願いします。さあ、アジサイ今ちょうどですね、咲き誇ってる時期にはなるんですけども、花が終わってくるアジサイももちろんありまして、この花後に何かするっていうのはアジサイに関わらずどの植物でも花後に何かしてあげるっていうのは割と一個年間メンテナンスとしては大きなところなので、これ植物ごとに覚えていくことをお勧めします。まあ、その中で特にアジサイとか、まあ、言ってしまったね、樹木類になります。はい、アジサイって結局草花じゃなくて樹木類、木になる植物なので育ち方が木なんですよね。で、木の植物ってメンテナンスをそんなにやらなくてもいいっていう印象があるんだけど、年に必ず最低2回かな、多くて3回ぐらいのメンテナンス、これをしないと、まあ、しっかりと育たない。しっかりと育たないっていうのは、上に上にとかもじゃもじゃには育つんだけど、暴れすぎてしまって最終的に樹形がぐちゃぐちゃになってしまったりとか、中がスッカスカに今度葉っぱが蒸れて落ち始めるとか、あと花がつかなくなるっていう現象が庭木にはよくあるので、最低2回のメンテナンス、こちらはやってほしいです。その中のアジサイでいうと大きなところは剪定。剪定のタイミングっていうのは植物それぞれありまして、落葉樹の一番いい剪定っていうと冬場なんです。冬場の剪定っていうのは落葉植物、いわゆる葉っぱが落ちる植物ね、寒くて紅葉して落ちる植物は、葉っぱが落ちると同時に、冬眠みたいな感じでもう眠りに入るわけで、眠りに入ってる最中であれば、割と枝を落としても寝てるので体力を奪われないって感じ。葉っぱがついてる枝を切るってかなり植物的には体力取られてるっていう状態になります。で、葉っぱがついてるのは光合成をして成長しようとしてる段階なので、この段階で切っちゃダメなんですね、あんまり。ただ葉っぱがない状態ってもう植物自体がもう成長しませんよっていうことを意思証明してるわけなので、そういった段階にバツッと切ってあげる、これが一番いいんですけど、ただ植物の中では冬に切ってしまうと、来年の花ですよね、がなくなっちゃう恐れがあるっていう植物があります。これを大きく分けて旧枝咲きと新枝咲きって言います。旧枝咲きっていうのはだいたい今年の春から夏までぐらいに出てくるような枝に来年花が咲くんです。
で新枝咲きっていうのは今年の春出てきた芽に花をつけるんです。なので旧枝咲きっていうグループを冬場に切り戻してしまうと来年花をつけようと思っていた芽のところを取ってしまうっていう作業になるので、はい、できればこの冬の切り戻しは割り切って花が咲かなくてもいいから樹高を落としたい、まあ、伸びすぎてしまってねバッツリといきたいよっていう場合はこの冬をおすすめするんですけど、そんなに伸び上がってなければ冬に大きく切るのはやめた方がいい。じゃあどこで切るのかって言ったら花の後、花の後に切るとその下から出てくる芽、ここに花をつけさせることが可能なのでできるだけ花を切ってください。これ切らないと横の枝が出てこなくなっちゃうってなるとまたこれはこれで花が咲かなくなってしまうっていう現象が起こるので、まずは花後にしっかりとアジサイは切った方がいい。ただアジサイ種類がいろいろありまして、旧枝咲きっていう話をしたんですけど新枝咲きっていうタイプのアジサイもあります。というわけでアジサイちょっとざっと持ってきてみましたんで旧枝咲き新枝咲き紹介したいと思います。じゃんと、いろいろなタイプのアジサイ持ってきました。もっとたくさん実はあるんですけど、だいたい園芸店ホームセンターで売ってるクラスっていうとこれぐらいになります。旧枝咲き、まあ、いわゆる冬場にあんまりガツンと剪定しない方がいいよっていうグループは一番大きいのはこのガクアジサイ系統、まあ、よく売ってるやつだね、はい、もう手まり状になったりこう開いてくるような感じであったりっていうガクアジサイ、ハイドランジア系であったり、最近人気のちょっと小型のアジサイね、ヤマアジサイ、ヤマアジサイも旧枝咲きタイプです。そして今これ大きな花がついてますけど柏葉アジサイね、ちょっと葉っぱの形が特徴的な大きな手のひらみたいな葉っぱで出てくる柏葉アジサイもこれ旧枝グループになりますんで、この辺のグループは花後に切ってあげること。ただ花後に切らなくてもいいよっていうグループで言うと、まあ、大きなところで言うとこのアジサイのアナベルね、アメリカアジサイって言われる系統、こちらは逆に言うと冬場にバツンと切っても来年花がしっかりと上がってきます。なので剪定をあんまりこう考えたくないよとか忘れてしまってっていうのが多い場合はアナベル使うと剪定管理は楽になるね。あとはちょっと今花が咲いてないですけどノリウツギっていうタイプね、ちょっとピラミッドっぽくなるようなアジサイ、これも新枝咲きグループという形になりますので、できるだけこの旧枝タイプっていうのは花後にしっかり落としてあげる。で新枝タイプは花後に切っても問題ありません。ただ花後に切ると樹高が1段2段3段って上がってってしまうので、より小型に楽しみたければ春先ぐらいですね、2月とかぐらいにバツンと株元ぐらいから切ってあげると、まあ、その年の開花の位置っていうのが低く抑えれたりできますので、花後は切らなくても残しておいても問題ないよっていう形で覚えててください。ポイント2番目です。肥料をしっかり上げることなんですけども、剪定をしっかりしたら栄養補給っていうのをやった方が来年花芽がしっかりと出ます。これも樹木類の肥料っていうのはちょっと草花と違って与え方があるんですけども、草花っていうのは割とその期間連続開花するものが多いね。特にこれからだと多分日日草とかペンタスとかね、サルビアとかマリゴルとか出ますけど、あの辺は期間中ずっと咲いては枯れ咲いては枯れを繰り返す。こういう植物は咲いてる期間も肥料が欲しいんですけど、樹木類は咲いてる間っていうのはほぼ肥料いりません、はい、ない方がいいぐらい。じゃあどの時期にあったらいいかっていうと、年間でこれも肥料をあげるタイミングってほぼ2回です。これ植物によって若干変わりますけど、落葉時で大きなところで言うと、まずは冬場寝てるうちにしっかりとあげとくことで、春からですね3月4月でよいしょって芽が出てくる時の栄養分になるっていうところで冬場に一発あげるのと、あとは花後、これは花木でも果樹フルーツですねには必ずあげてほしいです。年で花木類は1回か、まあ、多くて2回ですね咲くのは。この1回か2回に、まあ、全力投球してるわけですよ。力を貯めてバッて咲かせる。じゃあ来年の栄養分はっていうところの補給とか、栄養を使い果たした木のまた栄養補給っていうところで、アジサイは花が終わってから切ると来年の芽が出るって言ったよね。そこに花がつくって、この芽をしっかり出させるための栄養分、これを切ったタイミングで必ずあげてください。これあげないと花が咲かないかっていうとそういうわけじゃないんだけど、
切った時に出てくる芽がひょろひょろって出てくるのと力強く出てくるのだと来年の花の大きさに関わってくる。これ花がなんか小ぶりになっちゃったよっていう方はもしかしたら栄養不足かもしれない。これは化学肥料でも有機肥料でもまあどちらでもいいと思います。まあ、特に鉢植えの場合とかであれば化学肥料の方が使いやすいと思いますので、とにかく花の肥料ですね、しっかりと花後にあげてください。ではいきましょう。ポイント3番目です。乾かさないこと。これがね割と重要です。乾かさないことっていうのは特に夏場、アジサイは本当に水をよく吸うんです。その大きな理由としてアジサイのね葉っぱ見てもらうと分かる。はい、アジサイの葉っぱって結構でかいんですよ。まあ、ちょっとこれは小ぶりなんだけど割とでかくなる。こうやってね葉っぱがでかい植物ってすべからく水をよく吸います。葉っぱが大きいイコール光合成がたくさんできる、光合成がたくさんできるイコール水を使うんです。そしてこの葉っぱの後ろから水っていうのは蒸発して出てくっていう蒸散っていう作業があるんですよね。なので大きければ大きいだけ出す量も多いんですよね、水を。なので吸い上げる量も多いっていうところで水をよく欲しがるんですけど、これ生育途中で水が切れてしまうとせっかく出てきたこう来年つけようっていう花芽が死んでしまう途中で、はい、水が切れて枯れてしまうと株自体は枯れはしないと思うんだけど出てきた芽が先とかが枯れてしまったり生育が悪くなってしまうと結局そこには花が来年つかなくなるので、花後で新芽が出てくる特に7月8月ぐらいの夏場、雨が降らないと乾燥してしまいます。なのでお水やりはしっかりして夏越し、これをしてほしいなと思います。露地植えだとそこまで心配ないかもしれませんが鉢だと本当によく頭がこうクタ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 落ちちゃう。で水やりも1日1回だと間に合わん可能性があるので、すごくおすすめではないんだけど、どうしても乾いてしまうようだったら、まあ、これ底面給水なのですけど受け皿敷いてもらって受け皿にちょっと水貯める、で1日で全部吸い切るぐらいの水の量を貯めておいてもらうっていう手段で日中の水切れ回避っていうのができますので、そのような感じで夏越しだけはしてほしいなと思います。はい、というわけで早速実の方を入っていきたいと思います。まず剪定の話ですね。去年ですね実は切らなくて置いといたアジサイがあります。今どんな感じになっているのかお見せしたいと思います。こちらです。じゃんと、わお、はい、立派に育ちましたが、そうですね、見てください、花が1個2個、ほほほ、寂しいだけ、はい、だけです、はい、ただもう株こんもりとしてるじゃないですか、うんうんうん、切らないと枯れはしないんだけどやっぱ花の量はこんだけ少なくなっちゃう、はい、これはね栄養分も与えておりません。去年切らなかったところっていうのが見てもらうとダーッときてここで枯れたんだよね頭、はいはい、で下から芽が吹かなくて結局出てきたのが株元の低いところ、はい、ただこっから出てきてる芽、今出てきてるね花がついてない芽あるじゃないですか、はい、ここに来年はあの花がしっかり咲きます。なので何もしないと隔年ぐらいで花がつくなくなる、つくなくなるを繰り返していくと思う。まあ、それでもいいやっていう形で思うかもしれませんけど、それやっていくとどうなるかっていうとどんどん上がっていく、こうやって背丈が、で低いところから一切咲かなくなってしまうので、そうなるとちょっと鑑賞価値がよろしくなくなる。上だけに咲いてもさ格好悪いじゃんやっぱ。まあ確かにそうですね、アジサイは上から下までこうこんもりといきたいわけじゃん、はい、ね、下手としたら。なので花後切ってあげることで、まあ、ここから今出てますけどより下からの芽が出やすくなるっていう印象ですね。じゃあもう一丁、こちらちょっと同じような株で花数が若干増えました、はい、この株はどういう管理をしたかというと、これ剪定はしてあるんですよ、はい、こういうとこですね、ここ切ったあとこのサイドから芽が出てきて、はい、そこにはまあ花がついてるっていう感じなんですけど、花がまず小さいですよね、はい、あと全体的に花の量も、まあ、若干は咲いてますけど少ないですよね。なぜこんな風になったかっていうと、一つは切り戻しの時期が遅かった。切り戻す時期って花後ならいつでもいいかっていうと、なるべくなら8月中には切っておいてほしい。9月に入ってからとか10月に切り戻すとそこから芽は吹くんだけど、花芽がですねついてる芽っていうのが基本的に出にくくなっちゃうので、できるだけ早め7月中に切るっていうのがいいと思います。
木ってこれ肥料をあげてない、肥料をあげないとやっぱ頭のサイズがこういうふうに小さくなっちゃう、葉っぱはよく茂るんだけどっていう、これもこれで不格好になっちゃうじゃん。切って肥料をあげるとじゃん、はい、こんな感じになりますね。これはすごいじゃん、めちゃくちゃすごいこれはこんなに変わるんだって。そうですね、比較してみると分かりやすいね、はい、これは切ったところの、これ下から出てるね、はい、切ったところのここ上がってきた下からこうやって吹いてる、はい、でしっかりと栄養分も与えてるので、このようにまあ頭もちょっと大きい、まだ来年再来年になってくるともっとこうボリュームが上がってくるかなというところで、まあこんだけ切った切らない、肥料を上げた上げないでどうしても差が出てきてしまいますんで、ここまでやりたければ切って肥料をしっかり上げましょう。はい、というわけで今ざっと見ていただきました。では実際にですね、アジサイの剪定どの辺でどうやって切るかっていうところをやっていきたいと思います。さあ行きましょう。まず一丁こちらです。広いですね。これはですね、売ってたもので野ざらしに、となってしまったものね、500円に値下げされてます。もう値段的にはめっちゃ安いんだけどね、はい、はい、株が傷んでないんで、まあ、もしお勤め品とかで出てきてもアジサイは来年よって思っていただければ、葉っぱの状態とか株の状態見てもらって、花はどっちみち終わるので汚くても、まあ、割り切って買うっていうのもまあ僕はありかなというふうに思います。ただ自宅で管理する場合ではちょっと気をつけてほしいのが、アジサイの花ってこうやって大きいね、はい、雨とか蒸れとかで特にあのかびてしまうこともあるよね、終わってしまうと。でこれなんか強い雨が降ってっていうところでもあったり、これ鉢植えで今年の鉢植えなんで根っこがしっかり張ってないっていうところもありまして、傷みやすいっていうのももちろんあるんだけど、大きい玉が枯れると、まあ、漏れなくこういう花柄というか花のクズがでかい塊でつくよね、こうやって。はい、でこれが葉っぱに乗るとどうなるか、この葉っぱがピロ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 傷むんです、こうやって。はい、乗ってるところ、うん、今取ってあげたんでまだいいんですけど、これが乗りっぱなしでこっちみたいな感じね放置されていくと、この葉っぱ穴が開いていってカビがつくんで、まあ、最悪カビが広がる可能性もあります。なのでできるだけ花が終わったら切ってあげるか、もう花が咲いてる最中でも切り花とかとして楽しむことができるので、早めに切り戻してあげるっていう方がしっかりとした芽がより早く出てくる。でより早く出てきた芽っていうのは年内でやっぱりしっかり成長するので、あんまりやっぱ遅がけに切るよりもしっかりとした芽を出したければ早め早めに切ってしまうっていうのも一個のポイントです。どこで切るかなんですけど、アジサイは茎がビューって伸びていって、でこれ今年伸びたところね、ビヨーって今年も伸びました。で花というかこれガクっていうところなんだけど、はい、頭があって頭のすぐ下に大きな葉っぱが2枚ついてます、これって、はい、その下にもう一節ね1枚1枚あって、でそのまた下にこれ1枚1枚ある、はい、一番いいのは頭だけ取るっていうふうにしてもこっから芽は出てこない、はい、この葉っぱの節からは出てくるのは一節目二節目三節目ぐらい、はい、ただ二節目三節目見比べてもらうと分かるんだけど、今これ二節目脇に芽がないね、まだちょっと、うん、はい、全くないね、ないですね。三節目はここ脇から芽がぷっくり出てるね、はい、四節目もぷっくり出てる、はい、できるだけぷっくりとしたのがしっかり確認できる1、2、3節目ぐらいの上ぐらいで切っちゃう、はい、っていうぐらいの切り方をしてあげると、来年はここもしくはここが枯れちゃうかもしれないんだけど、この下ね、こっから切ったことで芽が出やすくなる、これね、はい、で年内で芽が出てきて枯れてまたそっから出てくるところに花がつくって感じ。できればどの枝もこれ1個目2個目3個目もこんな感じで出てるね、はい、で4個目もこれ出てるね、勢いよくね出てますね、出てれば3節目の上、はい、切っちゃうね。切り方は非常に簡単です。もう見てもらうと本当に分かりやすい。この子なんかはもう芽がよくもう出よう出ようってなってる、これね出てます ね、はい、潔くこう早めに切っちゃう、はい、ここは芽が確認できない、はい、できなくても一節二節目ぐらいだったら切っちゃっていこうって、はい、切れば多分順調にいけばここからまた出てくると思います。
中には枯れてしまう枝っていうのも正直なんか出てしまう可能性があるんだけど、ただ切ると2本出てくるよねこれね、はい、とか株元からまた発生してくることがあるので、基本1本がなくなっても他で2本って倍で出てくるんで、1本2本ダメな枝が出てもそんなに気にしなくても大丈夫で、こうなりましたと。ただこれ葉っぱが割とこうぐちゃぐちゃしとるよねこれね、はい、当たっちゃったりなんかで、ってなるとこうやって重なったところの下の葉っぱっていうのは黄色くなってるね、すでにね。あ、なってますね。なってるね。こういうふうにどうしてもなってしまうので、あんまりでかいようで内側に入ってるような葉っぱがあったら切っちゃうね。なるべく株元、今ここから出てくるところね、はい、こういったところにね日の光が入るようにした方がいいので、大きな葉っぱ、中を隠してしまうような葉っぱとか、もう傷んでるような葉っぱがあったら、まあ、取っちゃうね。で、通気性良くして日当たりを確保してあげてください。剪定の目的としたらこうやって枝を出すっていう作業もあるんだけど、アジサイって日陰のイメージが強いんだけど、あの日の光って花を咲かせるために絶対的に必要なの。なのであんまり暗いところに置きすぎると、今度ひょろひょろって出てきた芽はひょろひょろっとした花しか咲かないので、なるべく切ったらちょっと明るめのところね、特に梅雨時期は太陽を当ててしまっても全然問題ないので、真夏だけはチートを避けてあげるぐらいな感じで、しっかりとした太陽の光を株元に当てれるようにしてください。さて、続きましての鉢はこちらです。ジェン、ダンスパーティーやねこれ踊ってますね。ダンスパーティーって品種ですよこれ。そういうことですか。なんかこの辺がクワーってこうダンスっぽく見えた。ダンスっぽく見えましたけどね。まさにあれやね、ダンスパーティーやねなんかもうこの品種は昔からってね、もうアジサイといってダンスパーティーといえばもうつって、もうよく買ったと思うこれみんな、はい、最近ではね、ものすごい品種いろいろ出ましたけど、もうこれ定番中の定番のアジサイね。これも切るところは一緒です。ちょっと切管って言って、ここの首が長くなったねこれね、はい、グーグーグーって長くなる、長くなってる。大型化するアジサイっていうのはやっぱこの茎の長さっていうのが一段一段が長くなってくるんで、地に植えたりすると余計にぐん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 上がってくる、ぐん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 上がってくので、やっぱ年々と抑えていかないと本当に上ばっかになってしまいますんで、切管が長いけどやっぱり切る位置は1個目2個目、まあ3個目の上ぐらい切っちゃう、はい、でここも1、2、3、はい、これ芽出てるこれね、いいですね、いい花咲くぜこれね。これ支柱が立ててあります。支柱というか、これはね支柱がないと倒れちゃうんだと思うねこれね。あ、最初ちょっと枝っぽく見えたんですねこの支柱が。あ、確かに大きくなってしっかりと根っこが張ればね割と自立するんですけど、特に鉢植えの場合は一気に温室で大きくしたんで伸びてるっていう部分もあったり、あと頭が重たいんでやっぱこう倒れやすいね、暴れちゃうので、綺麗にグーってまとまるように生産者の方が全部支柱をこちらは入れてくれてますね。支柱とかとリング支柱ってこうやって、ま、円のやつね、はいはい、あれで倒れないように、であれ取っちゃうと一気に固くなんだこれみたいな感じになるんだけど、なるべく支柱は切り戻す前まではつけておいた方がいいかもしれんね、はい、で1、2、3、ダーアントニオイヌキチェーンチェーンチェーン、なんだこの野郎、やるのかこの野郎、切っちゃうぞこの野郎1、2、3、ダー覚えやすい覚えやすい覚えやすい123だ、猪木、猪木さんがさ亡くなってしまったのでさ、そうですね、猪木さんのあれを受け継がんとかんわね。アジサイはアントニオ切りだよ。闘魂注入、闘魂注入しましょうか行くぞ1、2、3、ダーありがとう終わりますまだ終わりませんこれで2つ目終了ですね。2つ目終了です、はい、切り終わったらやっぱ葉っぱちょっと見てもらって、はい、内に入っちゃうような邪魔な葉っぱはもう切っちゃう、はい、ね、切っちゃうね。葉っぱを切り落としても、まあ、ほとんどあの株にダメージがそんなにありません、はい、
とにかく今邪魔なものは取っちゃう。で整理できる時に整理しちゃうね、はい、全部ね葉っぱを切っちゃうのもおすすめしない。この枝、はい、少なからず残しておいたかないとここに栄養が供給できなくなっちゃうんだよね、はいはい、少なからず残しときながらいい芽が出てきたら落とすとかね、そういった感じのスタンスで大丈夫です。さて最後です。最後はじゃん、わお、さっきのいいやつ、いいやつ切っちゃうか。切っちゃいますか。切っちゃうか、はい、これはこれで、はい、早めに切ったらどういう風になるかっていうのがまた来年わかるかもしれんね。そうですね、うん、っていういい見本で、まあ、躊躇しません私切るのに、はいはい、まあ、どんなにいい状態でも、はい、ただこういういい状態であればもちろん切り花として長く持ちますし株の負担が極端にこう和らげれたりしますんで、まあ、悪いことはない。一個悪いことがあったら、まあ、人間が干渉を庭でするのにちょっと干渉価値がなくなっちゃうっていうのがね、うんうん、まあ、そういうのがあったりする。プラス、あ、そうだ、これちょっと言っとこう。アジサイの花がブワーって咲くようになるじゃん。これまだ2年目ぐらいだと思うんだけど、毎年毎年こう切れば倍になっていくからどんどん大きくなりすぎるじゃん。そうですよね。それはそれでボリュームがあっていいかなと思うんですけど、これ中に秋色アジサイとかアンティークアジサイっていう名前聞いたことある方いるかもしれません。どういうアジサイかっていうと赤みがかかるようなアジサイ、ちょっとシックな感じね、グリーンとか深い赤がバーって乗るようなアジサイが中にあります。でそういうアジサイが特に秋になると見るかと思う。あれはね、寒くなるとアジサイの色が変化してってあのようなアンティークになるんです。でアンティークアジサイとか秋色アジサイって売ってるやつが春から出てきたら秋色で出てくるかって言うとそういうわけじゃない。あれは秋色になりやすい品種っていうところで今出てきてます。じゃあ秋色になりやすい品種となりにくい品種って何が違うかっていうと、特に秋色になりやすい品種はもう秋色アジサイって書いてあればその品種になりやすいんですけど、よく花が咲くっていうタイプが最近出てきてる、まあ、四季咲き性のアジサイとかもあります。普通のアジサイは一季咲きって言って一回切ったら終わっちゃうアジサイなんだけど、よく咲くアジサイはパッと切ってもまた2番目出てきて咲いちゃうんですよね、はい、2番目出てきてっていう時期が梅雨の段階で切ると秋口に咲いてくるね。その秋口に咲いたアジサイが寒さとか日照量で色がだんだんアンティークっぽく変わってくる、まあ、いわゆる葉っぱの紅葉みたいな感じをこのアジサイの萼っていうのは起こすことがあります。なので秋色アジサイを楽しみたければそういうのを使うっていうのも手なんですけど、もしかしたら自宅で育ってるものが秋色アジサイとして残せるっていう可能性もあります。まあ、これはどの品種もそうかっていうより秋色になるっていう仕組みが一応ありまして、絶対条件としたら涼しい場所プラス日が強すぎないところプラス乾燥しないこと、これが条件です。なので結構山に生えてるとか山の斜面なんかのアジサイは結構アンティークアジサイで残りやすい。これまさに理にかなってる。風が当たりにくくて木の下木漏れ日があってやっぱ乾燥しない、しにくいっていう環境にしといてあげると中にはアンティーク色になる可能性があるので、バッと切ってまた来年バッっていうのもいいんだけど、半分切って半分は残しといてもいいかもしれないね、はい、たくさんついてる場合は切る量っていうのを全部切らなくてもちょっと落とすっていう感じでもいいかなと思いますんで、切る量っていうのもたくさん多くなればなるほどちょっと試し試しで切る時期変えるっていうのもこれまた面白いのでやってみてください、はい、というわけで、まあ、普通に切るとアントニオ切り覚えたね、はい、1,2,3 ダーできる、はいはいはい、切るとここからここかこの下からグーってやって来年2つ出る、はい、なので例えばこれとこれって同じようなところから2本上がってきてるね。これね、二股で切って2つ切るとまた4つになる、はい、まあ、4つもいらないよっていうことであれば1つ残して1つだけ切る、はい、こっち残しましょうだ。1,2,3 あんまりここ高くなりすぎるったら4ぐらいまでで切っちゃってもいい、ここ、はい、高さを抑えたければね、うん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 、でこっちは残すみたいな、はい、1個ずつ残していけば花の量は来年変わらんわけね。確かにね、ここはまあ1個で1個しか ないのでここはじゃあ切りますと。ここも1個から1個しかないので切ります。ただここは2つ出てる、はい、大きな枝が出てるから手前だけちょっと低くしたいんで4でダーね、はい、4ダーね、はい、こっちは残すみたいな感じで枝の量を
人為的に調節してあげる。あとバランス見て残す枝の間隔ね見てもらって、ここで切っちゃっていいかなみたいな。この状態で長くつけとけるじゃん。やっぱりなるべくアジサイもさ、切りたくてもさ、なんかずっと咲いてると切れないというのかな、まあそうですね、もったいないみたいな感じになりがちなんよね。躊躇しちゃいますね。そうそういう場合は半分切っといて、半分切れば来年上がってくるっていう確実に保険になるわけなんで、保険だけかけといてあげれば、まあ、あとは残してそこから咲かなくてもいいやっていうぐらいにしといてあげると、まあ、気持ち的にも楽ですしね。この子がすごい勢いで上がってきましたね。これね、シュートみたいな感じで、あ、ぐわーっといい枝が、新しい枝ですね、うん、この枝がまたいい株に来年再来年とか以降なりますんで、この枝取っときたいんですけど、伸ばしていくとどんどん上に上がっちゃってく、勢い良すぎるので、こういったやつは今年出てきてるやつですけど、はい、まあ、樹高は落としてあげるね、はい、っていうことをしてあげれば、鉢の場合は涼しい場所とか乾きにくい場所とか風が当たりにくい場所っていうのは選べると思いますね。そういうところで管理しておけば、夏しっかり越して秋までこれはつけとくことができれば、アンティークカラーに変化させることもできるかもしれません。はい、というわけで剪定の方終わりました。まあ、すっきりしたね、ちょっとね。そうですね、はい、この後ですね、肥料の方を、しっかりと上げていってください。これ露地植えの場合も肥料はしっかりと上げた方がいいかなと思いますので、肥料を上げていくわけなんですけど、アジサイって色が、まあ、大きく見ると3色あります。系統的に赤、白、青っていうタイプがありまして、これ土壌酸度って言って、酸性かアルカリ性かっていう溶度の違いで色が変わっちゃうんですね。変わっちゃうというか変えれると言ったらいいのか。ただこの白っていう純粋な純白で出てきてる品種は、これは酸性にもアルカリ性にも左右されない、これずっと白。ただ赤はアルカリ性で青が酸性っていうのが、まあ、一応決まってますと。あげる肥料で酸度を変えれるっていうこともできます。もし肥料をですねプラスでそのアジサイ用っていうので変えるのであれば、はい、ジョイアグリスさんのやつか。今いろんなメーカーさんで青色アジサイの肥料とか赤色アジサイの肥料とかってあります。これは青だよね、これね、はい、青だね。若干紫だけど青だよね。これに赤色肥料をあげるとどうなるかっていうと、徐々に紫から赤っぽくくすんでいくんだけど、おすすめは青で買ってきたら青にしっかりしてあげる方がいいかなと思う。まあ、興味があれば変えるぐらいでいいです。急激に変わらないのと、やっぱこうくすんでく感じにどうしてもなっちゃって綺麗な年がないので、できればもう発色は発色のままで肥料でいくといいと思いますね。で、鉢の場合は、まあ、規定量が後ろにどれも書いてありますんでね、7号だと約一握りって書いてありますね、はい、一つまみじゃないね、一握りぐらい、まあ、軽くでいいですね、はい、軽くですね、はい、一握りを株元よりもできるだけね外の方がいいと思います。まあ、中に寄ってきてしまったらしょうがないんですけど、鉢の場合は株の外ね、はい、にちょっと置いてあげるぐらいな感じ。このような処理でですね、来年ここからまた新しく出てくる枝に栄養分の方が与えれますんで、まあ、肥料の方はもう切ったと一緒っていうセットでやっといてください。じゃあこの後しっかりですねお水の方をかけていきます。はい、下からたっぷり出たら水やりは完了です。はい、というわけで作業の方終了です。この後の管理なんですけども、やっぱ鉢植えの場合はしっかりとお水やりですね、夏水切れさせないようにお願いします。よく切れてしまう場合は、はい、受け皿ですね、特にスリットポットで植えられているようだとちょっと水張ってもらうと底面給水で上に吸い上げてくれますんで、これ1日経っても水があるようだったらお手数ですけど水抜いてください。ここの吸い切っちゃうようだったら問題ありませんっていうぐらいの量を調節して貯めるなら貯めるっていう形がいいかなと思います。露地植えの場合はあまりにもカンカン照りが続く場合は、こちらもお手数ですけどちょっと水をまくといいと思います。朝一か夕方、涼しくなったらで結構なので、しっかりと葉水も含めてバーッとかけておいてあげると来年の新芽っていうのはいきますんで、まあ、このような水やり管理の方お願いします。はい、というわけで今回のカメクロのチャンネルはアジサイの花子の管理、こちらを特集しました。よかったかな、参考になったかなと思う方ぜひともグッドボタンの方よろしくお願いします。あとあなたのご自宅のアジサイの管理ありましたらコメントの方で教えてください。カメクロのチャンネルではこのように園芸初心者が困らない来年も咲かせる剪定方法管理方法を特集します。よろしければチャンネル登録もお願いします。この他の大好評のヨダンです。おまけトーク、ヨダンです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さて、アジサイですね、はい、アジサイは好きですよね、これね。やっぱ綺麗ですね。なんかやっぱり
どの庭見ても最近はアジサイがよく植えてあったり鉢で置いてあるね、うんうんうん、最近の趣味がさウォーキングなんでさ、はい、結構家の周りとかさ1時間ぐらい歩くのかないろいろ、はい、で最近なんかこの道どこ行くんだろうみたいなさあてもなく行くといろいろ なんか園芸シーンが見えて楽しいなっていうのと同時にアジサイは本当に最近よくお庭に植えてあるなっていうのを見てやっぱり言っても優秀だからね、うん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 、しっかりと花も上がるしね、まあ、ただ今回はあれよ伝授したら闘魂注入をそうですねもうみんなこれ猪木さん切りだよね、はい、うん、猪木剪定と言っていいのか猪木剪定だね、はい、これあれだねアジサイ好きじゃなくてもプロレスファンだったらもうアジサイ絶対に買って 1,2,3 ダー切りをさ毎年やって闘魂注入した方がいいねこのヒョロヒョロってなってるやつは闘魂が注入されてないってことだからねそうですねそう闘魂注入されてないねつ行くかっつってバチンここでバチンってやるあれ知っとる猪木さんが、はい、おった時はさ、はい、叩いてくださいみたいな感じで言ったのよみんなみたいですねそう、はい、俺やろうかそれ実際みんな持ってきてもらってさ行くぞバチンっつって人の顔をやっぱ叩いちゃかんじゃん、はい、この時代実際切ってあげることはできるからさ、はい、あそうしようかなそれ嬉しいかもしれないですね嬉しいかもしれない亀面くんから闘魂注入ねえ猪木さん第2号だよアジサイさんって言われるよおもろいね、はい、みんなこうやって並んでて何の列だよアジサイ持ってるよみたいな、はい、もっとでかいハサミさ、はい、行くぞっつってバチンってありがとうございましたドヤベー日本やべえっつってそういうなんかイベントでも作っていきたいと思いますんで、はい、自宅に1個ね、はい、ないと やってあげれないからこれを機会に一発ぐらい買っておいてください、はい、ではまた次回の動画でお会いいたしましょうご視聴ありがとうございました。